あんまり乾いていくとちょっと汚れ落ちづらくなるので、これもだいぶ汚れが薄くなってきてるの分かりますかね。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、このね、ちょっとやっちゃったんですけどね、 T シャツとかをまあ汚れたりとかよくやっぱしょっちゅうするんですよね。で、これの、汚れの落とし方について紹介していきたいと思います。で、美容室にあるものとか、まあ、ご家庭にあるもので、パパッと簡単に取れる方法になるので、多分ね、この方法って多分美容師さん、まあ、やられてる方も、まあ、そんなに多くないかもしれないんですけど、結構ね、覚えておくと、だいぶ食べ物の汚れとか、いろんな汚れでも、結構サッと落ちる方法になるかなと思いますので、いつも汚れの落とし方だったりとかね、で、悩んでる方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を、どうぞ。ということで、まずやっていきたいと思います。この汚れですね。この汚れをまずどうするかって言ったら、何でもいいんですけど、多分皆さん絶対自宅には、ご家庭には1個ぐらいあるかなと思うんですけど、これハードスプレー。何でもいいです、正直。このハードスプレーを汚れのところにつけていきます。結構しっかりとつけてもらって、こんな感じですね。で、その次に、シャンプー剤。本当にこれも自宅のあるもので大丈夫です。この汚れのところにつけます。ダイレクトに。で、ちょっと馴染ませますね。で、ここでお湯。お湯をちょこっとだけかけます。お湯をかけた状態で、繊維の中をこう、なんていうんですかね。洗うみたいな感覚で、こういう風にね、ぐちゃ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 、なじましていきます。スプレーとシャンプー剤とお湯をこう、で、洗っていく感じですね。繊維をこう、ガーッと。で、やっていくと、わかりますかね？ちょっとずつですけど、こう、こすっていくと、ちょっとずつ汚れが取れていきます。こう、わかりますかね？今、ちょっと薄くなってきてるの。結構これ薄くなってきてますね。で、足りなかったら、あとはね、シャンプー剤を足したりとかして、なんか泡立てながら取っていくみたいな感じですね。もうこれ完全なくなりましたね。で、こっちまだなくなってないんで、こっちもじゃあちょっとこすっていきますね。やっていくと、あんまり乾いていくとちょっと汚れ落ちづらくなるので、これもだいぶ汚れが薄くなってきてるの分かりますかね。なんでお湯足したり、シャンプー剤足したりとかで、スプレーはもう一番最初にガーッとつければ全然問題ないかなと思うので、これもだいぶ取れたの分かりますかね。今もうほぼないです。ちょこっと残ってるぐらいですけど、このぐらい結構綺麗に取れます。でもある程度取れたら、もう多分だいぶ汚れが浮き出たと思うんで、最後に流していく。そこのね、あのスプレーとかシャンプー剤がついてるところをしっかりと流して、どうですか。多分もう完全なくなりましたよね。で、このままご自宅のね、洗濯機に入れてもらったりとかしたら、もう完全綺麗な状態になってます。これ、今白い T シャツでやってるけど、色物でも全然大丈夫です。はい、ということでこんな感じでもう汚れも完全に落ちましたね。もう一切ない状態。で、やっぱりね、めちゃくちゃ体剤とかでもうむちゃくちゃ濃いやつあるじゃないですか。もうほぼ黒いやつもう、まあ少しちょっと残っちゃうかもしれないですけど、結構取れます。で、なるべくですけど汚れついたらちょっと早めに取ってあげると結構ね、早めに落ちるかなと
思うので、だいぶね時間放置してやったりとかすると、まあこういうこすったりする時間も結構かかっちゃうかなと思うんですけど、まあまあいろいろ使える方法かなと思いますので、僕らはね、まあカラー剤が結構メインですけど、例えばね皆さんだったら食べ物だったりとかカレーライスとか、例えばワインだったりとか色が濃いやつとかね飛んじゃったりとかするじゃないですか。でいろんなねなんか薬だったりとかそういう薬局だったりね、そういうの買ったりとかして落とす方もいらっしゃるかなと思うんですけど、本当にね家にあるもんとかでもねパパッと速攻で取れる方法になってますので、よかったらねこの汚れの落とし方ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。